上二日酔いみたい。じじい寝てる間に変なことしなかったろうな。結局この部屋に逆戻りか。クソじじい、今度会ったらドクターボムで潰してやる。ドクターボム、ここガリちゃんをこう踏んでいけますね。グニグニっと。ここさて、何もないけどな、別に。なんかあるのかな。とりあえず外に出ますか。助けをね、呼んで。ジジイ。あ、ジジイが来た。目が覚めたようだな。その娘はまだ起きんのか。ちょっと薬が効きすぎたか。まあもうしばらくすれば目を覚ますだろう。手荒な真似をしてすまん。すまんって、あのね、あんた。お前たちに電車の中をあまり見られると困るのだ。今は非常時、お前たちも聞き分けてこの部屋でおとなしくしてくれ。私たちはどうする気？どうもせんよ。客人としてもてなすだけだ。この部屋から出ない限りは。もう逃げ出そうなどと考えるなよ。攻撃し損ねちったよ。起きませんね。どうしようかと思っちゃった。ただなんか頭痛い。クロロホルム酔いってやつみたい。それで気絶させられたんですよ。フラフラする。使い合いみたいでしょ。でもすぐ良くなるよ。あのジジイは来た。先輩、対ジジイだよ。やっつけてここから逃げよう。どうやら連れも来たようだな。おとなしくしておるのが一番だぞ。私たちいつになったらここを出られるの。そう長いことにはならん。我が部隊は今あいつらに対する最後の反撃準備を進めておる。次の満月の夜になれば何が起こるの。それは極秘事項だ。だがその時が来れば分かる。我が軍が米国を撃滅してみるところをお前たちにも見せてやろう。家に電話させてよ。ここには電話はない。あっても今は使わせるわけにはいかん。儀式が終わるまではな。儀式。いいか、時が来るまでこの部屋から出てはいかんぞ。あの父、一体何考えてるの。未体験の女子高生をこんなところに閉じ込めて、これって完全な犯罪ですよね。埋蔵金が効いて呆れる。また私のせいにすんですか。別にそういうわけじゃないけどさ、毎回よく懲りないよなって思うだけ。そう言いながら先輩だって毎回乗ってきてるじゃないですか。私あんたに無理やり付き合わされてるだけじゃない。こんなことに巻き込んじゃってちょっとは申し訳ないとか思わないわけ。別に思ってもいいですよ。ああ悪いことしちゃったな、どうしよう。あのね、それ埋蔵金だってないって決まったわけじゃないでしょ。まだ言うわけ。だって見てないじゃん。そのうち調べてみなくちゃ本当のことわかんないでしょ。だったら来た。話し合うと今度こそ計を決めてね。私ナイマンキックにします。先輩、お、決まった。キャじゃないよ。
違う意味にやっちゃいましたよ。それは本当に大丈夫、ごめんね。まさか五島先輩がここまで来るなんて思ってなかったし、ちょっとは自分が悪いって思いなさい。でも先輩、どうやってここの扉、この鍵もらったの？ひかりちゃんたちがこっちの方にいるって聞いて。誰に？兵隊の人。先輩、変なじじいに会いませんでした？うん、何かされたの？何かなんてもんじゃないですよ。薬嗅がされてここに閉じ込められたんだから、危害を加えるってわけじゃないんだけどね。ひかりちゃん、ここ早く出た方がいい。なんか変なの？変。ものすごく嫌な空気で満ちてる。そう、あのじじが戻ってくる前に早く逃げましょうよ。そうだね、行こう。ようやく3人揃いましたね。さて、貴賓室だったから、どっちだったっけ。あ、こっちか、こっちですね。こっちに行って、確かだよな。下に行ってこっちだな。あれ？貴様この時期は何と心得ておるのだ。なぜ民間人がこの地下壕にいるのだ。あの娘たちは避難民であります。もしかして私たちのこと。聞いてみようか。何なんだろう。空襲に遭い、この地下壕に避難してきましたので、民間人をこの栄所に入れてはならんとあれほど厳命したではないか。ですが、この激しい爆撃の中、このような不助死を保護せぬわけには。すまぬ、貴様のことで大層を理解しておらぬのだ。お前が妹を困った頃とは状況が違うのだ。我が軍の総力を期している混迷計画の成功は、我が帝国が諸外国の侵略から大陸を再び取り戻し、ダイヤジャの名手に返り咲くための礎である。そのようなことがあっても、帝国を君がさせてはならぬのだ。そのような些細なことであっても、ですが、貴様、王国の未来を破壊するつもりか。もしこの王国に連れ出されてもらえてしまいます。すべてが無に帰してしまうのだぞ。バカなことを言うな。自分は一体どうしたらよいのでしょう。司令を与え、我が軍が
スをどうあっても厳守せねばならん。よって我が軍のあらゆる情報の漏洩の危険を抑止し、その恐れのある者は必ず排除する。ええか、必ずだ。やばいよ。確かに。先輩どうしよう。ここは飛び込みで行きましょう。なんだお前たち。一人。誰と話してたの？ガイちゃん、あれ。あの肖像画。お前たち、なぜここに。やはり奴らの手先だったのか。違うって。ちょっと落ち着いてよ。黙れ、わしを騙していたのだな。違う、こそこそと坊内を嗅ぎ回りよって。この売国どめ、お前たちがそのつもりなら、先輩逃げよう。逃げるのか。はい、気を落ち着けてください。うさい、うさい。お前たちのことを思ってかくまってやったのに、この近くの秘密を奴らに漏らされてたまるか。違うってば。君もターン覚悟。うわぁ、先輩、ここに隠れよう。私もう走れない。ここに。二重点の間、ちょっと鍵出して。ちょっと待って。これかな。違う、これ違った。あ、千里早く。だってこれかな。先輩、千里お願い、もう少し待って。あれ、これも違う。千里ちゃん頑張ってください。先輩来た。あー、すごい追いかけてきてる。うわー、ナタ持ってきてますね。見つかったのかな。少しは時間稼い、逃げ切ったか。一体ここはどこなんでしょう。変な儀式をしてるみたいですね。何ここ、気色悪い。これ何の印。これ五芒星ですよ。毎日の 儀式とかで魔法陣に使うやつ。なんでそんなのがここにあるの。あの知事、満月の夜がどうとかって。まさかここで怪しい魔術を。ガリちゃん、あれ何。すごいですね、ろうそくの数が。でしょうか。何かをめくった音が。なんだ。何これ、死体。大きすぎるよ。これ人間。なんでこんなものがあるんです。ここ一体何なの。あの人たちの言ってた金剛って、もしかしてこれのこと。フランケンシュタイン、フランケンシュタイン。あれちゃん、これ生きてるみたい。とんでもない話になってきましたね。フランケンシュタイン出てきました。私もう許さんぞ。うわあ、あの私たち
てしまったのか、金剛の存在まで知られた以上生かして返すわけにいかん。とんでもないやつだな。やだ、やめてよ。戦争終わったのに話を聞いて何を話すことがある。敵国の工作員名、さっきも言ったでしょ、戦争終わってるの。もうずっと昔に要はアメリカに負けたの。ふざけるな。我が公国が奴らになぞ負けるわけがないではないか。お前たち魂までも敵に売ったのか。本当なんです。おじいさん落ち着いて、いつからこの防空壕にいるか思い出してください。もう戦争が終わってから50年も経ってるんです。いろいろあるけど日本はとりあえず平和なんです。表ではもう誰も苦しいで苦しめられてなんかいない。そんなことがあるか。本当だよ、戦争なんかあたしらの親も知らないくらい昔の話。そんなことが信じられるか。わしは騙されんぞ。これなんですよね。負けたの。日本は原爆落とされて負けちゃったんだから。原爆、広島。そうです、広島と長崎に原爆を落とされて、日本は無条件降伏を。新型爆弾、やつら使いおったのか。あれを我が国広島だと。バカな、広島には妹がいる。妹から手紙が。もう戦争終わったんだよ。私たち戦争が終わってずっと経ってから生まれたんです。戦争の悲惨さなんか知らないから、戦争の話を聞くたびどうしてそんな昔の話をするのかって思ったり、すごく後ろめたく感じたり。でも私たちとりあえず平和な日本で生活してるんです。平和、日本は滅びなかったのか。はい、今ではたくさんの人が私たちみたいに戦争なんて知らないで生きてる。バカだ、わしらのやってきたことは。島崎忠や本田上等兵の犠牲はどうなる。奴らが上陸してくるというから、最後の望みこの金剛てっぺんにかけ、みんな死んだんだぞ。この子を守るために。今度の満月の夜で全てが報われるはずだった。フライ将棋殿の儀式で金剛てっぺんに生命が吹き込まれる。金剛が動き出せば奴らは。そんなことしても敵はいないんです。日本はアメリカと戦争なんかしてない。わしには何が何だかわからん。戦争が終わっている。もうやめろ、私をこれ以上縛らんでくれ。これ何が起こってるの。何、金剛か。いかん、まだ動いては。まだ金剛は完全ではないのだ。何が起こってるの。とんでもない人造人間が動き出してるみたいですね。逃げろ。え、逃げるんだ。金剛が動き出してしまった。どうして。いいから逃げろ。このままでお前たちも巻き込まれるぞ。どこに行けばここから出られるの。考えてないで動きましょう。ゆかりちゃん早く。うん、キュー。え、マジ。わあ、カウントダウンさせられてるよ。
ここが称賛のところだったよな。マナ、え？こっち？水路の方だって言ってたよね。6。あれ？いけない。ちょっと待って。ここ何？4。ちょっと待って待って、わかんないぞ。こっちかな。3。こっち合ってるかな。あ、前たちまだ逃げていなかったのか。血が変になっちゃってて。この通路を行け。地下水道が流れている。表に通じてるはずだ。地下水道。じゃあ思い出した。今がいつか。自分が何をしなければならないか。急げ、早くしないとお前たちの命もない。でもわしは50年前に死んだのだよ。みんなと一緒にな。そんな、まだ生きてる。また優しいな。あなたのような子がいるから日本はきっと本当に平和になれるんだろう。だがな、決して救われない魂というのもある。でもさあ、ぼやぼやするな。一刻も早くこの地下壕から出るのだ。さと行くよ。でもから出なきゃ私たちまで死んじゃうよ。この向こうだ。飛び込むよ。やるしかないか。里いいね。すごい音がしてます。あの金剛兵見たかったな。あ、出れた。出口、助かった。みんな無事。佐藤ありがとう。あんたが助けに来てくれなかったら無事で本当によかった。先輩見て、もしかしてあのジジイが爆発させたの？本当のことはもう誰にも分かんなくなっちゃったね。あのジジイ本当に生きてる人だったんですかね。あの防空壕にとらわれて一人で戦争を続けてた。50年も。信じらんない。私もね、写真撮りません？ちょっと不謹慎すぎない？だってこんなすごいこと体験したのに証拠ないと信じてもらえないじゃないですか。まあね、だからね。グッドショット。顔のようにも見えましたね今。こうして私たちの探検終わりました。この明るい光の下ではまるで夢のように思えてしまうことがあります。50年という私たちには想像もつかないような長い時間、一つの憎しみと悲しみにとらわれていたあのおじいさんは自分の運命に終わりを告げるため自ら弾薬庫に火を放ったのだと思います。街並みや遠い昔の悲しい出来事など忘れてしまったかのように穏やかな姿を今日も横たえています。とりあえず今この国は平和と呼ばれています。見てみて。何興奮してんの？あんたもいい加減少しは。そんなつまんないこと言ってる場合じゃないですよ。この間防空壕出てから撮った写真なんですけど、ほら。うわー、すごい。でしょう。
ちゃんは友達に写真を見せると言って大はしゃぎで走っていきました。ひかりちゃんはやっぱり認めたがらず、レンズがどうとかプラズマがこうとか今でも言い続けています。あの写真に写っていたたくさんの光、あれは暗い地下に囚われていた霊たちが防空壕を出ていく姿だったのでしょうか。あのおじいさんの放った火は、彼らが自ら閉じこもった深い地の底の蓋を開き、50年という長い時の鎖からその魂を解放したのだと、私はそう思うことにしています。はい、というわけで第8の噂、錆びたな大吉クリアすることができました。ここは本当に難しかったですね。まずマップをですね、間違えて、その違うエンディングを見るたんびにこうマップをこう書いてですね、パソコンに1回マップを書き出してコツコツ調べていってたんですけど、最後の脱出のところって今回初めてやって、ちょっとね迷ったんですけど、なんとか大吉クリアすることができました。すごく時間かかります。これを大吉出すの大変ですね。初見だとかなりきついです。はい、ということで、また今度ね第9の噂に続きますので、皆さんご視聴の方よろしくお願いします。ということで今回これで終了します。